どこが特に動きますか？このここですね、後ろ側。うーん、肩は動かしてるんですけど、肩だけだったらこうなっちゃうのが、こう広範囲に行くんで、範囲が大きくなる。かつ関節に負担がかからない。つけて腕振ったりはどうですか？腕振ったり、パンチ振ったり。肩落ちるんでいいですね。あ、そうそう、肩落ちますよね。首が長く、うん、こう上がっちゃうとね、これだけで緊張しちゃって変なフォームになっちゃうと思うんで、はい、うん、で、あ、やっぱつながります。つながります、うん、やっぱお尻、ほんとこの辺、大臀筋とか、うん、あの必要な場所の緊張は程よくしつつ、この辺は しない、うん、今ハハハハ、はい、すごい。